はようございます。おはようございます。今日は平正雄じゃない。しかも廃材探偵団コラボ、はいはい、やっと来たね、この日が。そうですね、船釣り本当行くところが風が強くて荒れるかもしれないと同時に、はい、そこにちょっとだけ行って様子見てすぐに風浦の方に隠れる形になると思う。まあ、トップできるのはほんのわずかかもしれない、もしくはできないかもしれない。そこはちょっとご了承ください。ただね、沖縄タイが釣れないと。はい、そうですね。タイはなんとか釣れてるっていう情報やけどな、ぜひちょっとね、沖縄で釣れない魚釣ってほしいなと思ってます。ということで頑張ってきてると思いますけど、どうする、対決する、どっちでもいいですよ。今一生勝ち越してるよ。はい、全然対決してなんか気まずくなりそうだなと思って、ね、これのみたいにもうするじゃないですか。そうか、それはね。どうしますか。こいうちはね、一がもうカメラで来てくれてるんで、はい、二人はいつも釣れるんですよ。え、あ、まあそうそう。もしかしたら俺が途中で釣る可能性、今のところ 60% ぐらい。皆さんの映像の中でね、萩尾姿はさすがに気の毒になりますので、私ねカメラから避けながら萩ますのでということで、こっちがホームなんでもう2対3で腕で立ちますよ。あ、ありがとうございます。一番大きいサイズですか、それとも買取額ですか。それで買取額。買取額、買取額船長に決めてもらおう。じゃあ分かりました、分かりました。いい、はい、じゃあそれでやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おはよう。これ見てくれよ。はい、あのグッズの皆さん本当ありがとうございました。もうもうね、ここはもう売り上げそのグッズで買って、ね、はい、したと。それで僕が買わせていただいたのはこちら。こちらサブチャンネルでアップしておりますけど、すごいお会計でしたよ。人生で車以外で釣り竿でこんなにお金を見たのは初めて。ソルティガセットでございます。それでは、はい、我々の青森ロッドだ。ソルティガですか。ソルティガ。しかもあなたは20キロクラスを釣るという、はい、だけどおいは投げ切れんけんちょっとちっちゃめ。あ、これでかいですか。あなたのはでかいんですよ。でかいですね。赤石さんの合わせで軽、めっちゃ軽い。これやば、でかくて軽だろうが、これがソルティガ。重心のベライトレとしてやっぱほら、あー、なるほど。実際、釣りの時は軽く感じるよ。へぇ、じゃあ、あなたが先頭で使うのはこっちの方になってくると思います。なるほど、お願いします。大物お願いしますよ。そして、これは、ひろきちゃんが大好きな別注平正。ほう、どっちがいい、片方上げる。こっちで。そっちで、そっち。はい、こっちで。ありがとうございます。そしてお願いがあるんだ。はい、おい、吉崎君が、はい、今、つけてもらってます、こいつも。はい、じゃあ、お願いします。はい、今日はもう外におりますけん、寒かぎ中に入って。一も頑張りました。今日最後まで頑張りましょう。なんとかね。はい、頑張るよ。スピーカム TV。 おはよう。キャスティングです。頑張ってください。あ、もう中ですね。じゃあ始めよう。はい、船長の竿。船長の竿。あ、いったー。愛妻さんも来たー。先に釣り上げるのどっちだー。楽しい。始まりましたよ。楽しいね。ルアーが来た。ルアー。ルアー。赤が恐ろしすぎる。それにしてはマグロさん、今日随分と軽装ですね。ね、だからコンビニ行くって聞いてたよ。結構寒いですね。朝白い息出てましたもんね。びっくりした。都市伝説と思ってた。沖縄で白い息出ないからね。本当ですか。羽生でちょっと出るかなぐらいなんですよ。沖縄の学校では白い息出たら話題なんですよ。今日白い息出たけど見たかみたいな。それあるそれある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 。本当に本当ですか。今日負けませんからね。どうする。じゃあ、負けたチームのカメラマンが死ぬってやる。待ってくださいよ、重すぎるじゃないですか。じゃあ頑張っていきましょうね。はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。スン先輩、はい、ここはリベンジの地と聞いておりますよ。リベンジ、リベンジって何回も言わせないでくださいよ。そうっすよね、サクッと上げちゃいましょうね。うん、余裕っす。先生、気をつけますかね。釣ってもらわんとね。そうっすね、ブレイブスターのためにも。はい、今日こそ上げて。誰も損しない。まさたそう。
まさとそこへ。え、わあ、食ったー、すげえすげえ、ちょっと時間すげえすげえすげえ、やば、はい、左左でかっ、カモでかっ、左左左左左いいな、続きましょう続きましょう続きましょう、やろうやろう、やりましょう、やろうやろう盛り上がってる盛り上がってる、これはハイサイさんの超過はハイサイさんでの方で、はい、見れますねです。来てこい、食われてこい、あー食われてこい、やっと終わった、またトラブルそうな気がするけど、またやりましたね、今またトラブってますよ、これミス、ラビュー、一応ここ最後になりますね、はい、時間はもうあんまなかろ、もう今何時ぐらい、あ、師匠、こっからどんくらい続くですか、お、来た来た、やい、来たー、枝かな、間違いない、あー、風が、早かった早かった、風がすごい危ない、デイライトかぞ、ほら来た、赤かったの来た、なんだこれ、バラカブ、アラカブ？もういいな、アラカブだ、アラカブ？もういい、あれ？あれじゃない？アラカブ！めちゃめちゃ俺、さっき脇やったもんね、どうされてるな、来た？これは違う、これ青ろ、おお、おいしょ、やず、やお、カタクラやずやろ、これ、来た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 、でかいんじゃないですか、これ、おお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 、なんだ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 、で、左の目は勝たしてもらうぞ、カモ本当に怖い、おお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 ありがたい、ありがたい、来たよ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 
寒い、風パラい、ズボンもびしょびしょ、悲しくなりますね、ちょっとなんか。起きました、起きですか。さあ、なんだなんだ、だいぶ流れ時計遠かな。寒い、大丈夫だ、任しとけ。なんだこれ、アラカム、アラカム、頑張れ、大丈夫だね。えおい、もうまあしょうがなかったと思って、よし、ラストにしましょうか。ラスト、ラスト、ラスト、行ってこい。お疲れ様です。お疲れ様です。今回橋田大太さんとコラボということで、最後の船でしたけど、沖縄で釣れる魚、はい、これらを狙ってもらいました。自分たちの釣ったのはどうか流れてると思うけど、橋田大太さんすごいの釣られてます。我々も釣りたかった優秀な専属が、はい、そうですね、さんのおかげですよ。本当身近だったですね、この佐賀県、もう本当楽しい思い出ばっかりですけど、これで終了になりますけど、うちが釣ったのはこっち、こちらでございます。せーの、バーン、はい、ブリ、トクさんがやってくれた、ブリ、とりあえずうちもなんとか釣れた、なんとか釣れたということでね、今回楽しかったです。本当沖縄にまた行くので、はい、その時は、はい、ブルシオさんもお世話になりました。初めてですね、最高の思い出したよ。もう沖縄また来てください、沖縄に。はい、行ったからね。あ、ぜひ行ったからね。はい、待ってますよ。待ってますよ。それさんもね、また沖縄来てくださいね。また最高の思い出をいろいろ作りましょうね。楽しかった、すいません、本当お世話になりました。またお世話になりました。またお世話になりました。ロクさん面白かった、やっぱり。俺はスン君の裏の顔見たかったよ。ありがとうございます。おもちゃん、さすがやった。あ、スン君、ありがとうございます。楽しかったね。スン君の20キロリベンジしたかったんですけどね、取り残したんで、取ってください、ぜひ取りたいです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、解説立てた班の方の動画は概要欄の方にリンク貼ってますので、そちらでチェックしてください。途中ね、このコラボ中のムツゴロウとかの料理も解説の方でね、孫ちゃんと徳父と私の3人で、うわすごい、全部ミキサーにかけて、そうすりつぶしてね、鼻から食べるってやつ。やばい、北料理を徳父が 100m ぐらい見せたのということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後、アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。